かりしなさい。あれ、知らねえ。エステル、よかった。起きてくれたのね。あ、うん。なんだか、とっても長い夢を見てた気がする。そっか。これのおかげで。二人とも、幸せなだけの時間は終わりよ。今の現実に戻ってきて。エステル。エステルさん。うん。夢に囚われていたか。よかった。みんな目を覚ましたわね。ああ、あんたには驚かされるわ。自力で起きたばかりか、他の人まで起こすなんてね。さてと、それはともかく。いるんでしょ？ルシオラ姉さん。え？やっと呼んでくれたわね。やっぱり久しいわね、シェラザード。8年ぶりになるかしら。ええ、そうね。まさか姉さんがこんなことをしてるなんて。一体どういうことなの？ちょっと待って、この人シェラ姉の知り合いなの？釣れないわね、おちびさん。あなたとも何度か会ってるはずなのだけど。え？一緒にタロット遊びをした幻術師のお姉さんのこと覚えていないかしら？あそこにいた。確か、ルシオラお姉ちゃん。正解よ。執行者ナンバー6。幻惑の数字、ルシオラ。今はそう呼ばれてるけどね。どうして？シェラザード、あなたは気づいていたみたいね。鈴を使った幻術、姉さんのお箱だったから。ロレントで発生していた霧も幻術とか言わないでしょうね。まさか。あれは今回の実験のためゴスペルが起こした現象よ。人々の夢に干渉するための触媒といったところかしらね。触媒？まさかゴスペルというのは人の精神にも干渉するというの？そうみたいね。私の鈴はあくまで誘導、現実とは比べ物にならない。リアルな夢を構築するわ。苦しみも悲しみもない、ただひたすら幸せな夢ね。やれやれ、ずいぶんと悪趣味だね。ねえルシオラさん、どうして結社ってこんなことばかりするわけ？こんな実験を繰り返して何をしようとしているの？私はただの執行者、使徒の手足として動くの。その意味では今回の計画の手伝いをしているに過ぎないわ。詳しいことは教授とレーベに聞きなさい。教授、レーベ。
何度か聞いた名前だけど、それって一体誰なの？時が来ればわかるでしょう。ちなみに二人ともあなたと面識があると聞いたのだけど。え？ルシオラ姉さん、これだけは言わせてくれる？あら、何かしら？最初、私はリベールに長居をするつもりはなかった。姉さんが帰ってくるまでの間、身を寄せるだけのつもりだった。でも、あれから8年が過ぎた。今の私には、友人や仲間たち、家族同然の人たち、そして、誇りに思っている仕事がある。もう、ハーベイ一座の踊り子、シェラザードじゃない。知らねえ。この新たな故郷、あだなすのならたとえ姉さんでも許さない。それでいいわ。あなたたちにとって結社はあまりにも強大よ。全力で立ち向かってきなさい。あ！姉さん！近いうちにまた会えるわ。積もる話はその時にでも。知らねえ。また逃げられたけど、事件はこれで終わりのはずよ。昏睡していた人たちも、じきに目を覚ますでしょう。心当たりについて話しておけばよかったけど。気にしないで。あなたの知り合いと分かっても何かできたわけじゃないしね。今度おごってくれればいいわ。ええ、お安いご用よ。二人の飲みっぷりだと全然安くないような気が。ガクガクブルブル。霧もすっかり晴れたし、昏睡していた人も目を覚ましたわ。みんな本当にご苦労様でした。今回は依頼が複数になったけど、まとめて報酬を渡しておくわね。でもやっぱり今回も根本的な解決じゃないよね。今度のゴスペルは人の精神にまで干渉してきたし、それってやっぱり今の技術じゃ説明できないの？
までで一番説明できないかも。後でおじいちゃんに報告書を送っておかなくちゃ。あ、ゴスペルについてはじいさんの解析を待つしかねえだろう。それよりやっと結社の勢力が見えてきた気がするな。今回の件を合わせると5人の執行者が確認されたことになるのか。ええ。ナンバー10、怪盗紳士ブルブラン。ナンバー8、野生狼バルター。ナンバー15、殲滅天使レン。ナンバー6、幻惑の鈴ルシオラ。ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。そしてこの5人に加えて教授とレーベという未確認の人物がいるみたいね。ひょっとしたらどちらかがロランス少尉かもしれないわ。うん、その可能性は高いかも。2人とも私の知ってるやつだって言ってたし。確かにロランスという名前が偽名である可能性はありますね。しかしたった7人ごときでここまでやってのけるとはな。ったく厄介な連中だぜ。そうね、私たちもこれまで以上に覚悟を固める必要がありそうだわ。知らねえ、いいの？言ったでしょ、リベールは新たな故郷だって。故郷を守るのに理由はいらないわ。たとえ昔の故郷の思い出と戦うことになったとしても。知らねえ。なあシェラザード、最初から答えを決める必要はないと思うぜ。俺とバルターは互いに戦うことを納得している。もう拳と拳を通じてしかお互い何も伝えられないんだ。だがお前たちは必ずしもそうと決まったわけじゃあるまい。それはジンさんの言う通りだと思う。シェラネーがどうしたいのかこれから見極めればいいわよ。私だってやっと見つけられたんだし。え？ねえみんな、こんな時になんだけど見てほしいものがあるの。ああ？エステルさん？エステル？まさか。うん、これ雑誌社の人たちにもらった写真なんだけど。こいつは空賊艇の奪還事件のブツか。なるほど、こんなものがあったのか。左にいるのが武術大会にも出場していた空賊団の娘だな。そして右にいるのが、あ、よしお兄ちゃん。今まで黙っててごめん。ちょっと動揺しちゃってなかなか言い出せなくて。お姉ちゃん。エステルさん。ヨシアが何をするつもりか私にはわからないけど、多分ヨシアなりの方法で結社に迫るつもりだと思う。空賊たちと一緒になって悪さはしないと思うんだけど。ええ、分かっているわ。写真も顔半分が隠れてるから決定的な証拠にはならないしね。この情報はギルド内に留めておくことにしましょう。ありがとう、アイナさん。でもエステルさんはいいんですか？
せっかくヨシュアさんの手がかりが見つかったのに。うん、私が私である限りヨシュアとの絆はなくならない。そう思えるようになったからあんまり焦らないことにしたわ。違う道を歩いているけど目指す場所はきっと同じだから。だから今は自分自身の道を行こうと思う。そうじゃないと私は私として強くなれないから。エステルさんなんてカッコつけてるけど、ヨシアと僕っ子の関係とかやっぱり気にはなるのよね。まだまだ修行が足りない証拠だわエステルさんたらちゃんと答えを見つけられたじゃないの。どうやら森で見た夢がいい方向に働いたみたいね。うん、ヨシアとの絆を改めて確かめられたし、お母さんのぬくもりを思い出すこともできたわ。今回ばかりはゴスペルに感謝してあげてもいいかもお姉ちゃんってば。ったく、やっぱりお前大物だわエステル君にかかってはゴスペルも型なしみたいだね。水の塔、どうやら報告通りみたいね。王城の封印区画と連動したデバイスタワーの一角、表と裏を利用した第二結界教授もよく調べたものね。待たせたなお疲れ様だったね。あら、あなたたちが来るなんて。てっきりレーベが迎えに来ると思ったのだけど、どういう風の吹き回しかしらレーベなら教授のお供をしているところでね。そこで僭越ながら僕たちがお迎えに参上したというわけさ。まあ次の段階までやることもなくなっちまったしな。暇つぶしに来させてもらったぜ物好きなこと。しかし教授とレーベが同行しているということは、ついに最後の実験が行われるということかしららしいな。復員計画もいよいよ次の段階ってわけだ。人形と両兵の仕上がりも上々だ。これでベータが完成したら随分と忙しくなると思うよ。最後の実験というのはあれが相手だったかしら。さすがに教授やレーベでも一筋縄ではいかないでしょうねそうかもな。なんといっても伝説の存在だ。強さの次元が違うだろうぜ。しかしカンパネルラよ、てめえらしくねえじゃねえか。あらら、何がだい？
いつものてめえだったら喜んで教授に同行してるはずだ。それをしないってことは他に面白いネタがあるんだろう。とっとと生えちまいな。やだなバルタ、僕ってそんなに信用ないかな。信用してるさ、てめえのナンバーと同じくらいな。ナンバーゼロ信用ゼロというわけね。やれやれ、二人ともきついな。まあ見物したいのは山々だけど、あいにく急ぎの仕事があってね。あの方に箱舟の使用許可をいただくつもりなのさ。マジかよ。よりにもよってあんな化け物を投入するとはな。赤の箱舟グロリアス、まさかとは思うけど、リベールを焦土と化すつもり？それは教授とレーベ次第だと思うよ。そんなわけでこの後すぐに出かけなくちゃならなくてね。実験の顛末は帰ったらゆっくり聞かせてもらうさ。これはやはりここにいたようだね。見たまえレーベ、なんとも優美な存在じゃないか。本当にこんなものを使って実験を行うというのか。君の器具も当然だ。だがベータを仕上げるにはどうしても必要なデータだからね。お主らは起こしてしまったようだね。20年ぶりのお目覚めかな。お初にお目にかかる。私の名はゲオルグ・ワイスマン。見喰らう蛇を管理する蛇の使徒を任せられている。されお主が漂わせるその力、どことなく懐かしい気がするが、お主の目は気に入らぬ。暗い喜びにしか生を見出せぬ。歪んだ魂の匂いを感じるぞ。お褒めにあずかり光栄だ。しかし残念ながらあなたに拒む権利はないのだよ。女神の司法に関わる話だからね。何？レーベ、見せてやりたまえ。それは1200年前の記憶がよみがえったかね。レプリカに過ぎないが、なかなかよくできているだろう。お主ら、まさか輝く輪を。そのまさかだ。それでは最後の実験を始めよう。